皆様こんにちは。衆議院議員の高市早苗でございます。本日記者会見の機会を賜りました皆様、誠にありがとうございます。私高市早苗は日本を守る責任と未来を開く覚悟を持って、ここに自民党総裁選挙への立候補を表明いたします。